相手は微生物ですから、まあ、とにかく細かく観察すること、まあ、あの寸暇を惜しんで、まあ、細かく観察するようには努めてますね。米の味をいかにこう引き出すかというそういう大体もう先輩方からそういうことを習って、まあ、年々そういうことが伝わってきてると思うんですけど。